はい、皆さんこんにちは。今日は見ての通りめちゃくちゃ天気がいいです。梅雨の中休み3日間ね、晴れが続いています。皆さんの地域はどうでしょうか。全国的にですね、晴れの日が多いみたいですけど、梅雨の中休み、普段できないことをね、皆さんしっかりやってください。このまま梅雨明けてくれればね、いいんですけど、まあそういうわけにはいかないでしょうね。どうですか皆さん、梅雨ジメジメしてますけど、植物湿度はね好きなんですけど、あまりジメジメしすぎると中の方からね腐っちゃったりするんで、今日みたいに天気がいい日はですね、外の半日陰、直射日光はダメですよ。これだけ暑いと一気に焦げちゃいますから、再生で焼きたいと思っている人以外はですね、外とか室内の風通しがいいところにですね出して、植物を乾かしてあげてください。そうすると中がね乾燥してまた元気になりますよ。植物っていろんなことをねこまめにやっていけないといけないので、皆さん頑張って育ててください。はい、じゃあ今日はですね、今から暑くなっていく時期に水やり大変ですよね。そんな水やりを軽減してくれる乾燥に強い植物を紹介したいと思います。乾燥に強い植物、乾燥に強い植物を紹介したいと思います。このハウスの中にあるものだけですけど、まあ歩きながらですね、僕が思うだけの乾燥に強い観葉植物を紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さん参考にされてください。はい、じゃあやっていきましょう。レディゴー。はい、余談ですけど、今ねお部屋作ってるんですよ。いい感じでしょ。何かができます。お楽しみにしていてください。じゃあやっていきます。目の前に見える植物、恒星茶目ヤシ、これはですねヤシの木の中でもめちゃくちゃ乾燥に強いです。寒さにも強い、日陰にも強いんで抜群です。さあいきますよ。モンステラ、モンステラも乾燥に強いです。はい、こちら、これはポニーテールですね。ポニーテール、乾燥に強いです。そしてこっちはとっくりラン。とっくりランももちろん乾燥にめちゃくちゃ強いです。この辺は全部寝かしている植物なんですけど、ケンチャヤシ、これちょっと木くずがついてますけど、前回虫だと思ってたつぶつぶ木くずです。ケンチャヤシ乾燥に強いです。かな。お、これはドラコですね。ドラコ、ドラコも乾燥に強い。とっくりランとねよく似てます。なるべく画面を揺らさないようにいきますけど、皆さん注視しすぎると酔うので気をつけてください。はい、これセフリジー、これも相当強い。サボテンちゃんあります。そしてはい、ユッカー、めちゃくちゃ強いですね。でこちらはフランスゴム、そしてこちらはなんだ、ガジュマル、ガジュマルちゃんも強いです。そしてシェフレラ、カポックですね。はい、ゴムの木もちろん強いです。どんどん行きましょう。ゴムの木もですね種類があるので、めちゃくちゃ強いのと割と強いのと分かれてきます。
湘南ゴム、そしてこれは柏葉ゴムですね。柏葉ゴム大きいです。はい、そしてこれはウンベラータ。皆さんこれなかなか見ないですよ。見てください、僕の手が回りません。ウンベラータ、そしてアルテシマゴム、こっちに行くかな。ドラセナリフレクサ、ソングオブジャマイカ、これはケンチャヤシ。今ね工事中なんですよ。ここに背が高い植物をね入れ込んでたんですけど、見てください、この子たち、この中に入ってたんです。天井に使えるからですね。もうバッサリ切り落としてね、短くしようと思うので、この穴今から埋めます。はい、続きましょう。パキラちゃん、ベンガルゴム、いいよ、コンシンネトリカラー、ドラセナコンパクター、こっちはこんなものかな。進んでいきましょう。あ、ジャックと豆の木、葉っぱがピラピラで可愛いです。よ、クルシアロゼちゃん、あとは何があるかな。ちょっと道が封鎖されてるな、これはやばい。ここはゴムの木、よし行こう。シークレープは水を好みます。これもゴムの木、名前何だったかな、皆さん分かりますよね。シナモンは割と水がいるよっ。ブラッサイヤ、ソングオブインディアナ、そしてこれはプラキチトン、ね、パキラーと似てますけどこっちの方が強いですよ。そして葉っぱの形もねおしゃれですよね。あるかな、もうたくさん言ったけど、これはジャワゴム、そしてこちらが、ジャワゴムの品種改良してやった、昨日フェイスブックで言ってる人いましたね、買ってた人。クッカバラ、あるかなあるかな、乾燥に強い植物、乾燥に強い植物、お、銀龍、ペペロミア、オブツシホリアかな、ペペロミア、ここにたくさんあります。これはペペロミア、ホープか、ホープちゃんね。そして谷渡り、ちょっと名前が違うやつ、トライアンギュラリス、ゴムの木の仲間です。こっちが斑入りでこっちが斑が入ってないやつですね。
るかな、あるかな。おっ、テーブルやし、ちょっと色が悪いですけど。そして折り鶴ランがっつり強いです。もう去年から見られてる方はですね、結構覚えられてると思います。復習とね、予習両方してくださいよ。コンパクター言いましたね。これはあれですよ、バンビーノ。そしてこっちにもあるかな。クロトン微妙だな。乾燥には強いけど、ちょっと乾かしすぎるとすぐ葉っぱが落ちます。はい、この辺強いです。セルペンスだったかな、ペペロミア。これはスイカペペロミアじゃない、これはガジュマルです。ツル製のガジュマル。そしてこれはエアープランツ系の仲間の名前何でしたか。これはディスキディアだ、ディスキディア強いです。そしてここにはエアープランツがたくさんぶら下がってます。100円ショップですよ。他にはあるかな。ちょっと先週忙しかったからハウスの中が殺伐としてますね。これポトスもですね、割と乾燥に強いんですよ。どちらでもいいです。水耕栽培もできるし、がっつり乾燥しきった時が、元気な時がよくあります。こんなものかな。どうだろう。あ、トラノオですね、サンスベリア。そしてアガベちゃん、アガベちゃんですね。もうだいぶなくなりました。そしてオーガスタもですね、割と乾燥には強いんですよ。わかりやすいです。乾燥するとこうね、葉っぱを巻き始めるんで。そしてこれはブラスサイヤか、スピダンサスなかったですね。スピダンサスも強いです。こんな感じかな。うちのハウスの中にあって、僕が今思う乾燥に強い観葉植物。ご紹介でした。皆さんぜひですね、参考にされて取り入れてみてください。色が綺麗なやつとかね、葉っぱがシュッとしたやつ、丸いやつ、たくさんあるので、乾燥に強い植物だけを取り入れてもですね、結構楽しめますよ。そしてズボラなあなた、とても扱いやすいです。こういう梅雨の時期はですね、乾燥に強い植物、水をほぼやらずに過ごした方が、ジメジメとしたね、湿度だけで生きていきます。逆に水をあげすぎると腐っちゃうので気をつけてください。暑い時にはとても重宝します。覚えておくとね。ぜひ皆さん参考にされてください。はい、じゃあ今日は乾燥に強い観葉植物の紹介でした。じゃあ今日はここまで。バイバーイ。